シ死う土族の新芽。時期は吹きの塔と同じ頃。シ死う土族の花。小さな花が傘状に集まった果樹はセリカの特徴である。果実をつけた果樹。種子のように見える果実は楕円型で、周囲に薄い膜のような羽がついており、風で飛散する。しかし、飛距離は数メートルから十数メートル程度で、遠くまでは飛散しない。そのため、繁殖力も、 強いことから群生を作りやすい。刺繍土族はセリカの族の一つ。アンゼリカとも言う。北半球の広い範囲に分布している越年層または多年層。葉は右上複葉か三では上複葉で、花は複産系果樹になり、花弁は基本的に白色で時に紫色、緑色がある。果実は扁平になり、文化の側高史上が浴場に広がる。 ヨーロッパを中心に古くから薬用、食用のハーブとして用いられている。日本に自生するシシウドやアシタバをはじめ世界に80種ほどが知られている。AB ヨネクラ工事高等植物分類表北流館2010年1版。i s b n 9 7 8から4から 832608382EAB オーバヒデアキ 植物分類表アボック社2010年第2冊 ISBN 978から4から90万358から61から 4AB アンジェリカエルトラーピコスミズーリボータニカルガーデン4001万45562012年8月4日閲覧ありがとうございます